では、スタンバイメイン。うん。まず、いきなり、ラフの禁煙発動。いいよ。出た。じゃあ、道からとピッタリを見せて、うん。見せたモンスターと同じ種族で、報酬のどちらかが2500のレベル8のイボモンスターをデッキから墓地に。いいよ。マスターオブコース。出た、マスターオブコース。マスターオブコース。魔王で守備が2500のレベル8の融合モンスター。もちろん。で、その後ピットに送って、デッキからアルバスの楽園のカード名が記されたモンスター1体をデッキから手札に加えます。はい。スプリガンズキット。スプリガンズキット。で、そのまま消化、枯渇をします。で、デッキから楽園の方からこう手札に加えて、楽園融合。その後、手札1枚デッキの一番下に戻します。やべ、杖。楽園融合とかいう最強カード入ってるやん。夏にデッキ融合やめて。あと、フュージョンデスティニー返して。デストロイフェニックスが言っていいから、フュージョンデスティニー返して。で、じゃあ、墓地のピットリの効果、発動します。はい、じゃあ、除外して、デッキから1番と、よっ、またアルバスの楽園引いた。なんでいや、デッキトップ、アルバスの楽園の率高すぎるだろ。明らかに、シャッフルしたのに、その楽園のフィールドに行きます。吸い付いてきてるじゃん。リチクラフトジェニーを墓地に置く。吸い付きおじさんじゃん。いいよ。じゃあ楽園融合発動。いいよ。アルバスの楽園と資料の星座ジュエッシャー光属性で融合。楽園融合アルビオン。アルビオン来たー。ね、やばそう。いいよ。墓地のマストオブカウトとリチクラフトジェニーで融合召喚。かわいそうに墓地に叩き落とされて除外されるだけの役目なのかあいつ。かわいそう。あんなに強いのに。召喚権は強いのにミッチクラフトモンスターとか出た。まあ、最後のモンスター痛い。おい、マスターオブカオス雑に扱いすぎだろ。訴えられるぞ。いや、こいつはすごく優秀なんですよ。訴えられるぞ。守備が2500でレベル8の魔法スパイドフィールドモンスター、こいつとドラムを入れたやつしかいないんです。そういうことじゃないんだよ。そいつの方が強いのに。スプレーランドキットと作品でアルビアンをリリース。召喚条件は獣とドラゴン、獣と闇属性ドラゴン一体をリリースして、エクサイクセラ特召喚みたいな。ビーストアイズ、ペンドラムドラゴン。やべえモンスター来た。で、誰やねん。誰やねんモンスター来た。エンドフェイズに、墓地の、じゃあ、ラッピンリアルビアの効果。はい。デッキから、ラッピンマコトラッピン融合を手札に加えて、さらに、墓地の白の聖女エクレシアの効果。このターンは魔法使い族、融合モンスターが墓地に送られているので、このカード回収っていう効果にチェーン。はい。ミチクラフトバイマスの効果。魔法使い族の効果にチェーンして発動することができます。はい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 。で、適用できる効果が3つあるんですけど、そんなんの？チェーン1個につき1個しかチェーンができない、適用できないので、ああ、そういうことか。選ぶのは、はい、じゃあ魔法カードを3回発動したら全部発動できるの？3回効果使います。強っ。で、加えるのは、イラストは高いよな。そうなんですよね。適用するのはじゃあ敵からレベル5以下の力とモンスターを特召喚する効果。いいよ。じゃあリッチクラフトシュミッタ特召喚。シュミッタ特殊強い。で、そのステージをクレーシャーが手札に加わって、で、シュミッタはエンドフェーズに発動できないから、これがいいかな。強っ。最強じゃねえかよ。どう？超融合はやめてください。超融合。手札からマジックカードです。ごめんなさい、ないです。ちょっと終わったって思いました。俺はモンスターを召喚、ドンファイアーブロッサム。おっと、それは許してはダメな気がする。じゃあシュミッタの方からどうします。シュミッタの方か。はい。まずコストとして、はい、リリースして手札からウィチクラ、魔法カードウィチクラフトサボタージュを持ち、はいはいはい、にチェーンバイマスターの効果。バイマスターの効果 OK。まず今回適用するのは墓地の魔法カードを手札に加える効果。あー強いね。そんなことできるんだ。魔法トラップを回収する効果です、ね、うざっ。ステージの1クラフトサボタージュを回収するって効果を適用して、コストなしやんですよ。はい。でシミッターの効果でクルートするのがウィッチクラフト。はい。普通は手札から魔法カード1枚を墓地に捨てて、うん、相手フィールドのカード1枚対象として破壊するって。 OK。 これ今は使わない。はい。で、はい、あとこいつがいると他の魔法これともさ対象に取れない。なるほどね。ローンファイアーブロッサムの効果発動、一旦に一度、はい、自分のヘッド上の植物モンスターをリリース。
ドン。リリースして発動。デッキは植物グモン最大を特殊召喚すると、はい、プレザープランツ、オクリススコーピオ、オクリススコーピオ特殊召喚、成功時効果発動。手札からモンスター相手は墓地を送るぜ、はい、墓地を送るのはもちろんエッチンプチン、これを墓地を2つと手札から、あ、じゃあデッキからオフリススコーピオ以外のプレータープランツモンスター相手は特殊召喚するぜ。プレータープランツダーリングコブラ、そしてダーリングコブラが特殊召喚に成功した場合の効果をチェーン1チェーン2、はい、エッチンプチェーンの効果発動、エッチンプチェーンの効果によってデストイ魔法トラップカード1枚を手札に加えることができる。これによってデストイパッチワークを手札に加えさせてもらうぜ。そして、ダーリンコブラの効果で、フュージョン、魔法トラップカードを手札に加えることができる。フュージョンまたは融合、魔法トラップ。やばい、超融合が来てしまう。超融合、加えさせてもらいます。一旦大丈夫か、ちょっとお聞きしたいんですけど、大丈夫でしょうか。ちょっと処理がいいですか、処理がいいですか。処理後どうぞ。処理後どうぞ。じゃあ、はい。リッチカルトハイリーの効果。ハイリーの効果どうぞ。はい。はい。2チェーン、はい、バイマスターの効果を通します。バイマスターの効果どうぞ。はい、 OK です。バイマスターの効果ってそのどっちかどっちでもいいので、はい、捕食モンスターを破壊させてください。あ、 OK です。どっちがいいですか。守備力は、オクリスコーピオの方が高いです。ハイリーとバイマスターでどっちも破壊するので。あ、そうなんだ。じゃあ両方とも破壊されない、はい、両方とも破壊する。強マジ、はい、マジかよ、最強じゃねえかよ。あの効果やべえな。で、終わりです。なるほど、なるほどですね。なるほど、はい、一旦考えさせていただいて。ちなみに、はい、ちなみに言うとどっちも闇属性です。マジ？マジ？嘘でしょ？そいつ闇属性闇なの？やばい。あ、まあじゃあ一旦ちょっと一旦挨拶します。おはようございます。おはようございます。手札一枚してます。アルバスの楽園を。してさせてもらって、はい、融合召喚条件は闇属性2体ってことでしょ。だから俺融合召喚条件するには、いやー、まあそういうのはないんじゃないですか。お前のフィールドのモンスターを融合スラにさせていただくぞ。俺様は魅惑の香りで虫を誘う二輪の美しき花よ。今一つなりでその仮面の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ。融合召喚現れよ。上田剣を打つ毒竜レベル8スターペラムフュージョンドラゴン。あなたの魔法使い族モンスター2体ともポチを送っていただいて。いきなりエイプが2体とも死亡しました。おい、やっぱこの最強カード強すぎるな。スターペラムフュージョンドラゴンの効果を発動。相手フィールドの特殊召喚されたモンスター1体を選んで、そのモンスターの攻撃力分だけこのカードの攻撃力をアップするぜ。つまり君のビーストワイズペンデラムドラゴン、ペンデラムドラゴンだっけ、ビーストワイズの攻撃力3000ポイントを吸収させてもらう。このモンスターの攻撃力がこれによって5800になったぜ。そんなモンスターいないぞ。おい、裏返すな。メンコじゃねえんだよ、オセロしてんじゃねえんだよ。俺はデストイパッチワークの効果発動。デッキからエッチエンプモンスターと融合カード1枚ずつ手札に加えさせてもらうぜ。楽園融合発動。楽園融合が使えるのは何もお前だけではない。スカブメロブフュージョンドラゴンとカルバスの楽園を墓地に送って融合召喚ね。もったいなすぎますね。プレイング下手くそすぎて今すぐ遊戯をやめてもらえ、そんなやつは。アルバスの楽園と、アルティメットダリアネモンスターステイセイラーロマリン君、これ融合召喚しさせてもらって、召喚条件はアルバスの楽園プラス、光属性モンスターで融合召喚。現れよ楽園竜アルビオン。アルビオンが融合召喚に成功した場合の効果チェーン1、チェーン2、ステイセイラーロマリンダリアネモンスターの効果チェーン2で発動。ステイセイラーロマリンの効果によってこのカードが効果で墓地に送られた場合、デッキまたはエクストラデッキからレベル5以下の植物属モンスター体を墓地に送ることができる。ガーデンローズメイデちゃん墓地を返しまーす。1の効果でアルビオンの効果融合しまーす。墓地から除外して素材を、ガーデンローズメイデンとアルバスの楽園を除外して融合召喚。ずるい。現れよ新炎竜ルベリオン。ルベリオン融合召喚成功時効果発動。ルベリオンの融合召喚に成功した場合手札を1枚切ります。ハーピの羽根帽子とかマジでどうでもいいカードをしてます。でルベリオンの効果によってさらに融合させてもらいます。墓地の除外されているガーデンローズメイデンとアルバスの楽園、このモンスター2体を
デッキに戻します。これで融合召喚、召喚条件はアルバスの楽園プラス融合シンクロエクシーズリンクモンスター現れよ、飛剣竜ミラージェイド手札よりマジックカード融合発動、フィールド上の深淵竜ルベリオンと手札のデスペアのドラマトゥルギアを墓地の国融合召喚、召喚条件は融合モンスタープラス闇属性モンスター現れよ、プレタープランツドラゴストペリア、そして素材として墓地を送られたデスペアのドラマトゥルギアの効果を発動、このカードは素材として墓地を送られた場合、墓地から特殊召喚できるぜ。ピローン、まず伊達が低いですから、まあ、ウルっていうのが遊戯王のセオリーでしょ。伊達が低い方ですか。あ、一応2500が一応低いですね、はい、これ。なるほど、はい、じゃあそれから伊達で言いましょう。ビーストサイズって伊達にさっき30003000です。3000ね。あ、やばい、どのモンスターも3000をに勝つことができない、まずいぞ。ではバトルベイズスターベノムフュージョンドラゴン5800でお前のビーストアイズに攻撃。ここでターンエンドすると、うん、もう1ターン出るかと。なるほど、ちょっと1回ターンエンドしてみようか。じゃあターンエンドどうぞ。いいですよ。おマジですか。いいですよ。本当にいいんですか。いいですよ、どうぞ。お強気ですね。いけるもんなら、この場面返せるもんなら返してみやがれ。でもね、返せないんですよね。あの、アルバスのフィンが手札に来てしまったので、むしろの生徒のエクセプレシアが腐っていて。使えるカードがこれしかありません。ゴミ。ゴミやんけ。ってことで、サリン出しました。ゴミやんけ、アンド。いやー、なんか、このなんか、ラッキーリューゴーとかいうカード、マジ強いね。そのデッキに勝てるデッキは多分僕は持ってないです。